シリーズやっていきますか。先発内野手のみ縛りで、とうとう日本シリーズまでやってくることができました。もう江川は衰えてます。39歳の江川とともに、現実世界の江川はもう引退してます。そしてひげもじゃらの外国人ピッチャー。エース平松。1番砂川が調子が良くないと。ここで井口を使うか。でも井口も調子良くないんだよな。それと堀江を使うか、菅谷を使うか。ここは菅谷だな。で、菅谷をショートで使います。一番にカービィを置いてみよう。ガビ置くか。一番に50歩。二番に48歩。50、48、50、50。すげえ、50発トリオじゃん。いやー、50発カルテット作りたかったね。あと2本打ってた50発カルテットと。30発が1、2、3、4、5、6、6人。6人ってなんて言うの。砂が26本か。20発が7人と。7人はなんて言うんだ。コンビ？トリプル？ツイン？コンビか。コンビ、トリプル？フォース？なんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃらかんちゃら、クインテットやら、なんちゃらかんちゃらやら言いますが、クライマックスシリーズ向こうは二刀流と戸沢。あー、普通にピッチャーとして強くね、この二刀流。珍しくちゃんとピッチャーとして強いと。 2.49、 むしろ打席がおまけか。アヘタンだしね。こういうアヘタン型の二刀流ってなんか違和感あるよな。辻だ。クソ守備馬おじさん。うわ、多すぎじゃん。あ、転生、ずるくね、これ転生ばっかり。そして万世の外国人と。チェンバース。梅田。あー、パワー系。1割6分8厘10本。万世。岡山。2割。なんか、打率、全体的に打点か？打定だな、セリーグは。この辺のピッチャーはいいね。打定っぽいね。この1点台2人はなかなか打ちく、中継ぎは打てないよ。うちのピッチャーじゃもう終わってるからね。打つしかねえ。打って打って打ち勝て。いいぞ。1、勝てねえ。あ、終わったわ。うん、終わった終わったわ。しょうがない。しょうがない。1点じゃ勝てんわ。4点は、むしろようやってる方でしょ。平松が降りた時点でもう終わりだからね。いや、DH ありの時に勝とうぜ。この打線の力を生かして。打って打って打ち勝つしかないんだよ。お願い頼む。もう来年優勝できるかわからんよ。今年たまたま優勝の可能性あるよ。だから意外と抑えるんだけど、意外と打てないんだよな。もっとバカ試合をしてたでしょ、うちのチームは。もう5分10発が並んでるよ、3番4番に。そして5番はなんと50発ではありませんと。36発と。いやー、いけよー。すごい、さすが。いや、いいね、こういう試合よな。そして先発6回無失点、郷原。こういう試合なんよ。8回に一挙5点。あ、見れなかった。まあいいや。これ村田より、ガビー使った方がいい。いい感じがするんだよな。まあでもここで1回村田、6番に50発がいるんだからね。7番に33発。1勝1敗で DH なしと。 DH なしのオーダーは考えてませんと。考えたんだっけ、この前。あ、そうだね、考えたんだね。イーリー、向こうは戸沢先発にしてこないんだね。二刀流なんだから、中、この本拠地ですら輝くんだけどね。1番ピッチャーとかできるからね。もしかしたら
もうちょっとしたら投げてくるかもしれない。明日か明後日か。なんで二刀流って全員ピッチャーと外野なんだろうな。ピッチャーと内野手の二刀流も出てきてほしいよな。普通に二刀流の中の10人に1人ぐらいの確率だったらよくない？それで多分出てくるか出てこないから、30年回しておそらく1人出てくるか出てこないかぐらいの確率でしょう。それぐらいの確率だったら出てきてもいいよな。将来だってあと10年後20年後出てくるかもしれないしね。いいぞ、2点、3点まだまだ不安よ、4点まだまだ不安よ。ほら追いつかれた。よし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 。あーちょっと待って、いいよ、ギリギリ。なんか終盤のこれなんだろう、点の取り合いは。なんでこの序盤点取らないのに終盤点取るの。満塁ホームラン池山が。先発はそこそこ抑えるけど終盤打たれるんだよな。え、これどういうこと。あ、同点の場面で投げてるからホールドがついてんだ。そういうことね。ホールドの後の勝ちがついてたからどういうことだと思ったけど、ホールドは同点の場面でもつくもんな。第4戦ここ勝てば大手よ。ここ平松行くか。2移動日、3中3日、中3日投げてんのもしかして平松。強っ。2戦目と3戦目の間に移動日1でしょ。で3戦目です。で今4戦目でしょ。中3日です。中3日で投げます。エース平松抑えます。そして平松の時はなぜか点を取ってくれないと。完封するしかない。お前が、あ、終わったわ。あーしよしよしよし。あー危ない。すごいいい試合。平松がね、投げた時は打たないんだよ。で平松が降りた瞬間打ち出すっていうね。9回に3点に取ってよかったね。これで大手と。いやー、ここでノリケがマジで、これ今シーズン絶望だよ。うーわ、終わった。ここでノリの怪我はマジで痛すぎる。4番とサードが抜けた。水村使うか。ノリは痛いよだいぶ。絶好調宮下あげるか。で今日は斉藤に先発やってもらって、郷原明日投げれねえかな。明日投げれるな郷原、このままいけば。で宮下を、宮下先発で使うのもありか。中継ぎで使ってもいいね。もうこの試合で決めてくれ。あ、でも明日郷原だからね。ただ郷原が抑えてもその後が打たれるからな。なんとか並びます。炎上、まだ分からん。ここで宮下だ。俺は宮下にかける。頑張れ宮下。7対6のこの1点差めちゃめちゃ怖い。なんとか頼む。頑張れ1点。
なんと普通に抑えた。誰なら最後胴上げ投手は左ピッチャー28番。いやこの縛りめちゃめちゃ厳しかったわ、辛いわ。いやこれはまあまあ10年目でクリアして、次は内野手と内野手と何、内野手と中継ぎの見縛り、外野手か外野手と中継ぎの見縛りやろうかなと思ったけど、逆に捕手縛りもあるじゃない、捕手だけ、捕手と捕手と中継ぎの方がいいかな。先発でこれだったら外、あでも先発は逆、中継ぎは逆にいけんのかな。まあでもやっぱ先発と内野手やったら中継ぎと外野手縛りもやらないといけないよね。そういう風になってくるもんな。まあまあまあ次は内野手外野手縛りをやりますか。一回なんか挟んでから内野手外野手縛りするわ。で最後は捕手、捕手背中縛り、先発と中継ぎできる選手。あでもいっぱいいるもんな、先発中継ぎできる選手っていうのは。でも逆に先発中継ぎしかできないってなったらそんなにいないのかな。多分それが一番簡単だろうね、捕手。捕手がいたらね、なんとかなるんよ。今回なぜこんな厳しいかというと、捕手がいないんよ。まあでもやるでしょ、絶対。中継ぎ、あ、中継ぎ、外野手縛りにして、抑え捕手縛りもよくない？多分抑えしかできない人ってあんまいないんだよ。大体中継ぎで抑えできるから、抑え捕手縛りは良さそう。で中継ぎ、だから中継ぎしか取れない選手、中継ぎしかできない選手を取って、中継ぎ抑えできる選手は取れないっていう。本当に中継ぎしかできない選手と外野。これなかなか厳しくね？まあいいか。まあ、それぐらい厳しい方が面白いということで、じゃあ成績振り返っていきましょうか。長いのオフシーズン。年間表彰式。ノリがシーズン終わってから回復と。年間表彰式、村田が当たり前のように星ベストナイン、ハーツ、中村、ノリヒロ、池山、ガビ。池山も外野でベストナインだ、やったぜ。ゴールデングラブは平松。MVP ハーツ、首位打者池山、本塁打はハーツ、ガビ、ノリ、50本、そして打点をハーツと、トリオ、福本さん、福本さんもいたんだ、池山、最大安打、最高出塁、池山、創立1位、郷原、郷原が一応沢村賞にも入ってる、でも、誰も選ばれませんと。苦節18年かかったか、めちゃめちゃ長かったな。26歳、 2.28、 なんとこの防御率、これで 2.28 だったらおそらくまともなキャッチャー A いたら多分 0.82 ぐらいだよ。 6.20 出てくるな。3割5分2厘40分。今回でもマジで池山外打者めちゃめちゃ当たりじゃない、ノリとかこれがいなかったら本当に積んでた気がする。ガビーも良かったね。外国人も自前じゃないじゃん、これ取ったらもう戦力外から取ったし、で、あとはドラフトで当たりを引き、野手はドラフトで当たりを引き続けた。FA で野手ってそんな取ってないもんね。誰が取ったっけ？めちゃめちゃ当たる、あ、村上とかも取ったか、茂木とか。まあ、あの辺はもう今はいないけども。ドラフトで当たりを引き続けたのが良かった。ペナントプレイヤーズ18年、プレイ時間16時間25分、日本一1回くれます、1回、リーグ賞1回、ドラフト当たり確率 27%、なかなか高いんじゃないの？3割打者5人。じゃあ成績見ていきましょうか。まずはじゃあ今シーズンの成績から。80勝58敗、5引き分け、勝率は5割8分と、まあ、80勝したら優勝できるって落合も言ってたしね。交流戦はなんと3位です。対戦表、めちゃめちゃサヨナラ負けしてる。逆転勝利がやっぱ多いね。投手は最低。ただ、すごい蛇行だな。5.18 とか 4.1 とか。セーブは一番多いんだね。ホールドも。完封ゼロ、完投ゼロ。QS 率も最悪。奪三振も取れない。ファーボールも多いと。
得点圏でも打たれてますと、ホームランも打たれてるし、何もかも盗塁もされてるし、めちゃめちゃ悪いと。だが野手よ、打率3割超え、安打1位、単打1位、2塁打1位、3塁打は少ないのか、ホームランは333本、本塁率 15.9、 ダブルスコアよオリックスに。だってもう1得点圏打率、得点圏率ちょっと低くね、でも打率3割の割には低いの。満塁1割9分8厘。なんで満塁でそんな打ててないんだ。だが満塁の打数は一番多いと。左でも右でも満面なく打ってるね。すごくねこれ。楽天なんでこんな左ばっか打つの。三振も少ないと、フォアボールも多いと、併殺も多いと、犠打は一番少ないと、盗塁も少ない、出塁率一番高い、猛打賞多い、 OPS928、 えぐいね。盗塁阻止数は一番多いんだね。阻止率は高くないけど、でも意外と高くね、3割6分6厘って。だってちゃんとまともなキャッチャー使ってる日本ハムの方が刺せてないんだよ。うちの村田の方が刺せてるんだよ。平松が来ていった 4.32。 郷原えぐいね、まだ26歳、普通特殊能力が伸びやすい、タイプ A 対左打たれ強さ A と。これ伸び A にしていろいろ特能つけたらもっとめちゃくちゃ強くなると思う。いや特能が伸びやすいやつは強いよね、基本的に。特にピッチャー、まあ、野手もそうだけど、野手はね、一番チャンス1回 F とかになったらめちゃめちゃ下がるからね。 G とか一気に下がってくるからね。コーチに向いていると、こいつコーチにしたらめちゃめちゃ強くなりそう。まあピッチャーはゴミと。1.112 1.104 1.100と、この3人がえぐいです。3割5分2厘48本119打点、3割3分6厘50本127打点、3割3分8厘50本135打点と。ガビは50本打っても OPS1 超えないんだね、意外と。二塁打が少ないのかな、長打率がちょっと低いもんね。ホームランの割に二塁打が少ないと。足はあるんだけどね。村田940 936 871と。カービィでもうちの平均以下だからな。井口が打ってます。ああベイトマンもまあそこそこ終盤から一軍レギュラー定着してそこそこ打ってると。村田が結構通り刺してるんだよな、3割5分8厘と。18年やると歴代記録も結構いい記録になってるんじゃないの。うちの通算は、まあ、この辺はあれか、江川、うちでオリジナル選手は江川か。 5.13 59勝123敗、こんなはずじゃなかったのにな江川も。打者よ、カービィが2、カービィもうちじゃないもんね、もともとは。生え抜きで2000本安打は須永が2229安打、しかもまだまだ全盛期を34歳で。チャンスにはめちゃめちゃ弱いけども。通算の得点圏打率どれぐらいなんだろう。ずっとチャンス悪かったから低い。あでも分かんないんだそれは、さすがに。ホームランも急に増えたよね、この年ですごい増えてる。200本安打も打っておりますと。盗塁王も取ってます、2229安打、通算打率は2割8分3厘と。カービィはもともと1年だけ阪神でやった、あとはうちなんだ。ということは2000本79本でしょ、9本しか打ってないから、まあうちで打ったんだ2000本安打は。もともと阪神ですが、まあ実質生え抜きみたいなもんでしょ。首位打者最短打2回、最高出塁2回、ベストナイン6回、オールスター11回。そしてノリオ、ノリオあと3本で2000本安打、ちょうど打率は3割、打率が3割っていうのがえぐいよな。通算意外とタイトルはそこまで取ってないんだ。500本本塁打超えてますと。
しかも晩成だからね。本塁打は3回、打点を2回、最多の2回、ベストナイン7回、MVP2 回、オールスター11回、4年連続40本、12年連続30本、13年連続20本、4年連続100打点、3年連続3割と。これ、超えれるんじゃない？ワンちゃんの記録。おそらく、万世まだ成長期31歳でしょ？おそらくこのままいくと、超えるね。あと50本を6年連続打ち続けると800本超えるから、7年。いやー、それでも厳しいな、31歳だもんな。それぐらいのペースで打っていかないとね。池山もあとちょっと。池山序盤ね、こう打率低かったんで、2割3分、2割2分、2割1分、2割8分、2割1分、2割7分で3割、2割5分、2割7分、2割9分、3割、この辺から3割連続。完成したんだろうね。長打を捨てたのかな。でも48本打ってるか、今年は。首位打者、本塁打1回、最多安打、最高出塁、ベストナイン、ゴールデングラブ、MVP、オールスター、いろいろ取ってますと。ガビーは最近だもんね。うち1年しかやってないもんね。ハーツは何年ぐらいだ、うち。あ、でもソフトバンク2年だから、ほぼほぼうちでやって、すごいね、こいつ。打点を4年連続取ってる。三冠王を取ってますと。三冠王、首位打者、本塁打を、打点を、最短打、ベストナイン、ゴールデングラブ、MVP、日本シリーズ MVP、オールスター、7回と。アレックス・ハーツ。チゾームもソフトバンクから取ったんだ。いろんな球団からもらっております、村田。村田もね、1年目3割30本打って、で、2年目のジンクスって言って3割2分43本。ちょっと伸び悩んでるね。3割43本、3割2分47本で、ここで3年目までめちゃめちゃいい感じで来てるけど、ここからちょっと下がって、まあ、高いレベルで安定してるっちゃそうだけど、もうちょっと村田には期待したいかなと。いうところよな。万世成長期29歳。井口微妙じゃない？リアル井口の方がすごいな。連続試合2桁安打パリ日本記録だって。18連続試合2桁得点も5試合で日本記録。連続イニング無失点なんてあるんだ、うち。連続イニング無得点。まあ、これはしょうがないわ。これは最初の時だし。シーズン最高打率日本記録3割1分。シーズン最多本塁打333本最高記録。最多得点1059日本記録。日本記録をいろいろ残しておりますと。投手の記録はないんで。野手はいろいろあるんじゃないの。3割5分に51本208安打。それでも51本が最高なんだね。フォアボール113。最多満塁本塁打4本パリーグ記録。最多サヨナラ本塁打3本パリーグ記録。シーズン連続12年連続30本がパリーグ記録。まあセリーグだと王さんがすごいやってるんでしょうね。連続試合安打36試合村田が日本記録持ってる。月間本塁打18本も日本記録と。へえ、バレンティンより打ってんだ。バレンティンで18本打ってなかったんだ、意外と。松本犠牲になった。松本くん、塩見、松本、ピッチャーは相変わらずですね。この辺はもうひどいよ。江川が 2.79 で、江川も染まっちゃうんだよな。郷原は1年目11点台だったんだ。頑張ってますと。二十歳で4点台だもんね、郷原。ここでロバートが謎のゴールデングラブ賞。平松がオールスター。10勝初めてか。10勝10勝。ここは、まあ打線が強くなったら勝てるようになってきたんだね。GG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 
ってね、カービィ、カビィ
で池山が来ました。チゾーム、カビ、池山は頑張ってる。飯田もまあ3割打ってる。でノリが入ってきました。ノリは打ってる。渡部も謎のここで、渡部ここで謎に覚醒したんだよな。モギが入ってきました。そしてモギをポスティングで売りまして、そして村上、あれ、あ、村上入って、なんで村上7番打ってるの、三冠王、7番の7番で三冠王じゃないか、3割1分6厘40本110打点、まあ、ノリの方がいいんだけどね。そしていなくなりました村上が。該当者なし。池山がそして8番でホームランを取ってる。この辺の打線はもうえぐいよ。これ意外と誰もタイトル取ってないんだね。タイトル取りまくるよ。ドラフト救援投手って俺取ってんの、ドラフトで。あれ、俺救援投手なんて取ったっけ。誰、中継ぎ取ってる。救援投手 2.8% になってる。まあ、取ってなくない？なんで？なぜ急変投手が 2.8 倍になってんだろう？バグかな？ S が3人。規定1位、規定打席1位、タイトル獲得は2位と。ってことはもっとタイトル獲得してるところ、育ててる選手はいるんだね。選手というか育ててるところあるんだね。砂川、まだ現役です。17年目。笑顔な、かわいそうに。吉井も万世か、まあそうだよな。池山、ノリ、この辺はちょっと微妙か。村田ね、来てくれてほんとよかった。菅谷は序盤最初に比べたら意外と伸び悩んでると。しかもドラフト3位で取れてんだね菅谷。平松いいよな。 3.97、 4.3 点 3.4 点と。10勝10勝13勝11勝と4年連続10勝してます。で球界全体見ようか。いろいろ塗り替えてるやつもいいでしょう。登板はいいです。誰かなんか、ああすごい、佐々木朗希がマー君と一緒だ。さすがにこの辺はいないか。西武も清水が頑張ってるけどね、サファテには及びませんと。ホールドも朝を超えれてない。いやんだ、まあいいでしょう。本塁打は超えれてないか。バレンティン、岡本が58本打ってる。打率も抜けないね。打点も吉田、山川、吉田正尚、ハーツ、ハーツ。得点はカウィが小鶴を乗り越えてます。池山もさあ、アンダーも抜けてないんだ。ノリが208本、カビーが208本と。青木も抜けておりませんと。中田がめっちゃ犠牲フライ打ってんだ、この年。岩瀬、松雪が、この引退してなんか950に届かずと。現役選手いるのかな。由伸が66完封。勝利、誰か200勝したやついる？山本由伸が。まあ、山本由伸はメジャー行かなかったらするもんな。勝率は佐々木朗希。負けない男だったね。あ、青柳の通算がすごい。2.01。あれ？山本は 2.10 なんだ。青柳のが通算防御率いいんだ。奪三振やっぱえぐいね。
山本。もう西武辻田まだ現役です。誰ですか辻田って。平松井岩瀬マルティネス湯浅ホールダー宮西完全試合は千賀が2024年にやってる。あの人の名はいろいろやってるでしょ。出場試合は谷繁抜けてないか。ホームランも山口がすごい頑張って600本打ってる。ここにいるよノリも10位に。しかもノリまだまだ若いからね。まだまだ伸ばせるよ。広瀬ノリもいるんじゃない？3割。カビー、ハーツ、村田、バーロー、天聖落合。山口すごくね。山口何が、山口めちゃめちゃすごくね。アンダー吉田正尚3000も打ってる。通りも広瀬550ってすごい。いや山口これなんだ、山口どこにいるって言ってた。日本ハムか。2609。山口なんで何があったの。普通3は20本打ってる。まだこの能力で2割7分14。日本ハム、あ、ロッテで戦力外になってんのかなこれ。そっから日本ハムに来て覚醒と中位出し持ってるし、えぐ。単年でまあめちゃめちゃ活躍したってわけじゃないけど、本塁打は100本は、ね、秋山が、村上、清原、ノリは、ああ秋山がえぐいんだ。秋山のが打ってんだホームランを。これ生まれてる年によるしな。最年少の場合は200本はノリだ、300本は村上と、400本はノリと、500本ノリと、まあ、この辺はもう人がいないんでね。てか今のところワンちゃんの記録より王の方、王、あ、ノリの方が早いんだ。ってことはまだまだ可能性があるんだね。やっぱ抜ける1年ぐらい若いノリの方が。広瀬がえぐいな。圧倒的広瀬2500アンダー。まだ33歳。広瀬2800本、35歳でえぐ。最速の方がいいでしょ。最年少より。宮城が200勝は、宮城も200勝してるんだ。200勝、250になるともういないか。先達三振、朗希が2位の。2000になると朗希が1。あ、そうか、ノモがメジャー行ったからか。3000になるともう人が限られてくると。4000は1人しかいません。ホームラン、ノリも勝てないか。100本は、200本は、あ、やっぱ外国人が入ってくるね。村田が入ってる、5位。そして村田が2位と。意外とノリは試合に結構出てるからあれなんだ。試合数は一緒か、ノリとワンちゃん。ここは広瀬でしょ。まあこんなもんかな。今度ね、次はなんか違うのやって、その後に中継ぎ&外野手縛りやって、またなんか違うやつやって、その後に抑え&捕手縛りとかやっていこうかなと思います。それじゃあバイバイ、さようなら。